自分の住んでいない地域に寄付をすることで所得税や住民税が控除され、寄付した自治体からお礼の品として特産品などが届けられるふるさと納税。農村部で多くの寄付を集めることに成功している自治体がある一方で、都市部では税収減に危機感を覚える自治体も出てきています、うん、今すごい話題というか人気になっております、このふるさと納税というところで、はいはい、いろんなところで取り上げられてますからね、うん、あ、やってるやってるっていう方もたくさんいらっしゃると思います、うん、このニュースなつぶでも一回前にやりました、はい、このふるさと納税大人気というところをやったんですけれども、うん、今回はそのふるさと納税ちょっとこう明暗が出てきてるぞという方にスポットは当てようというふうに思います。なのでふるさと納税のやり方っていうのは前ね、うん、どういう制度なのかっていうのをやったんでちょっとこうざっくりな感じしますけれども、うんうんうん、まあ、このやり今回は省きますが、うん、まあ、ざっくり言うとふるさと納税すると2000円を超える額が所得税や住民税から控除されるということなので、うんうん、実質2000円で寄付をした自治体からお礼の品が受け取れると、これお得だぞということが人気なんですけれども、はいはい、うんうん、はい、ですからとってもやる人が増えてます。2013年は13万4000人が、だいたい、ね、142億円を寄付しました。この制度が始まった2008年と比べると人数4倍金額2倍になっているということで、うん、じゃあどんな人気のプレゼントがあるのというのは、うん、例えばね、1位、はい、今の人気でどこが一番集めてるかいうことですよね。そうですね。税金をね、長崎県平戸市12億7884万円集まりました、はい、お礼の品はサザエやエビなどの海産物ということで人気。やっぱこういうところのね、うん、ふるさと産品と言ったらいいんでしょうか、そういう産物ね、はい、産出するもの。そうですね。やっぱり自分とこの、もう、地元自慢の、いろんな食べ物とか、うんうん、そういった名品なんかプレゼントするパターンが多いみたいですね。なるほど、ね。2位が佐賀県玄海町の9億3205万円集まりました。うん、山の幸、海の幸。やっぱこれ地元で取れる。さっきの平戸とよく似てますよね。はい、3位は北海道上、上士幌、上士幌、上士幌、はい、こちら9億1097万円、うん、和牛出、これ面白いですよ、出張気球体験プランなんて体験できちゃうという。気球乗れる。乗れるとか。これもまた広いところでね、はい、やるからいいでしょうね。ね、うん、っていうな風にやっぱり高級な特産品を持つ地域が上位に入ってきてるんですけれども、うんうん、例えばこの地元で行きますと松阪市、やっぱ人気ですね。松阪牛の松阪市。あら、そうや。やっぱ松阪牛プレゼントしてるみたいです。うん、本当に。もうやっぱりね、お肉を送るとね、反応らしいです。寄付額がそれまでの7倍を超える額になったと。これ日本一のブランドですからね。いや、世界ブランドですもん。うん、松阪牛ってね、うん。あとこの地域だと、どのあたりが、日本全国の外からだと。うん、イメージでここってほらこの辺りでしたら、ね、いくらでもあると思いますよ、ね、三重県志摩市なんかさあこの辺りもそうやろ。これはね100万円以上の寄付でマグロ1本なんて豪快なものもあるんですけれど、うんうん、ふるさと納税いろんなパターンでいくら以上だとこれみたいになりますからね、うんうんうん、額に応じて伊勢海老とかサザエとかアワビっていった海産物真珠などが選べて志摩市も人気なんて、うんうんうん、いうことらしいですね、はいはい、各務原市岐阜県ですね、うん、こちらは各務原キムチとか、名産の人参を使ったジュースとか、市内のお肉屋さん、精肉業者が販売する飛騨牛など、うん、いろいろ選べるんですけど、こちらも人気急上昇と。食べ物がやっぱり人気らしいですね、うんうん、でもね食べ物以外もあるんですよ、はい、豊田市、うん、1万円以上の寄付でトヨタ自動車の燃料電池車未来を1日貸し出す特典というのを設けました。そういうね、はい、これね先月16日に受付を開始したら初日だけで111件の申し込みがあって受付はすでに締め切られたという人気っぷり。おー、うん、乗ってみたいですもんね、いっぺんは。ね、みんな、だから、いろんな自治体が、これはどうだっていう、もうね、自慢の品を用意してますので、はい、多くの寄付が集まってきてます。寄付が、町の税金を上回った、外からこう寄付する方が、町の税金より上回っちゃったっていう自治体も出てきてるぐらいなんで。ある意味で大成功ですよね、そうですね。うん。農村部とか過疎の地域が、多くの寄付を集めているケースもありますから、そういったところからすると、このふるさと納税の、趣旨ですね、地域の活性化なんていうのにも一役買ってる部分はあると思います。さっきの1位の平戸市、長崎県ね、うん、こちらは寄付金でコミュニティバスを維持したりとか、うん、小中学生の医療控除に充てるなど、福祉の充実が見込まれてると。うん、それいいですよね。ね、そうするとふるさと納税みんなが喜んで万々歳というふうに思うんですけれども、うんうん、はい、一方困っている都市もあると。ということが、だから最近、
こうちょっと言われてきているんですね。うん、うんうん、ふるさと納税をすると自分の住む地域に納める住民税が控除されますよね、うんうんうん、ということは住民が他の地域に寄付をすることが多いという地域では、うん、うちのところの住民はふるさと納税バンバンやっちゃってまじこじみんな向こうの方に送っちゃってんだよっていうところでは、うん、そこの地域自体の税収が減ってしまっていることになる。あ、そういうことか。うん。東京の港区は2013年に2億9000万円がふるさと納税に寄付されて、うん、控除の影響で1億円の税収減ということらしいです、ね。寄付に回す人は増える傾向にあって、14年度は5億3000万円に上って、税収減が1億6000万円と見込まれている、うん。この傾向はどんどん大きくなっていくと。港区で見込まれている。東京の。はい、これはまあ東京都内の、あの区市町村で一番の額だということなんですけれども、うん、なので港区としてはお礼の品のカタログ競争の状況はふるさと納税の当初の趣旨から逸脱していて最大の被害者である港区はどう考えればいいんですかっていう、これ区議会でも問題になってる。僕らからしたらね、ふるさと納税ってさっきのトヨタだったら、はい、その未来を一日乗れるとか、うん、そう、地域的なものがあるじゃないですか、持ってる力がね。うん、港区行ったら僕ら遊びに行っても面白いんで。なんかありそうな気がするけどね。港区の資産いろんなもの使ったらなんか。ありそうな気はするんだけど、ないんだけど。なんにもないようなね、想像もできんところも市町村ってあると思いますよ。うん、だけど、港区行ったら、こんなんつけたら行くぞとかいうような、いくら、あの、オカマバーとかね、オカマショーバーみたいなところあって、うん、この招待金とか ね、いっぱいありますよ、ここ。ディスコのなんとかとかなんやらって。だってね、そもそもふるさと納税の目的っていうのは、うん、若者が都会に流出して育った地域じゃなくって、大人になってから住んでる地域にだけ納税して減るっていうのが、まあ、だから港区みたいなところに行って、うん、わーって働いて税収、で、生まれ育った俺らがふるさとは、みたいな話を見直して、うん、若者の減った地域を活性化させようっていう地方創生というのが目的。目的で、うん、これはもう総務省のホームページにもふるさとやお世話になった地域の恩返しっていう説明がちゃんとあるんで、うん、だそういう意味ではやっぱり成功してると思えるんで、港区さんが言ってるのはでもまあ税収が減っちゃったら困るかな、結構な1億円の税収ですから、大きいですもんね、うん、まあ、港区としてはちょっと愚痴も言いたくなるかなという感じがしないでもないですが、はい、はい、うん、とは言ってもやっぱお礼合戦がちょっと過熱しているということで、そういうところで最終的に結果としては趣旨に合ってるんだけど、うん、このなんか妙にすごいこう美味しいものをタダでゲットしろみたいな、うん、そういう感じのなんかこうお礼合戦が過熱しているのは総務省もちょっと懸念してまして、換金性の高いプリペイドカードや寄付額に対して還元率の高い返礼金が目立つことに対して、こうしたこの返礼のお返しの品は利益を求めないというふるさと納税の趣旨に反するとして、各自治体に自粛を要請して、もともと寄付っていうのはそのもらえるもののためにやるもんじゃないんですよ。結果としてお礼が届くんですよというところが、ちょっと趣旨から変わってきてるかな、ということで自粛を要請しているそうです、総務省としても。本当に、はい、なんかこれ今やってる人にとってはいらんこと言うなまた、はい、うん、まあまあ、そうやってこうちょっとこううんって総務省も言い出したので、自治体としてはちょっとゲームに使えるポイントとか、それからを中止したりとか、それから純金製のプレゼントしていた地域ではそのプレゼント中止したという例もあるそうなんです。純金のやつもらえるんかね。総務省も言ってます。ちょっとこういろんな人の意見なんかも聞いてみても、うん、例えば朝日新聞のこれ5月11日の記事ですかね、うん、千葉商科大学長の島田春夫さんは、都市住民に応援してもらうため、地域が一丸となって知恵を出し合って工夫し新しい財源を生むという意義がある、うん、しかし返礼品合戦は行き過ぎで、寄付金の使い道で競うのが本来の姿だ。これはなんかいろんな美味しいものはすごくこう人気なんですけど、それだけじゃなくて選択肢の中にはこういうところに使ってくださいって、その土地その地域のこういうものに使ってくださいっていうようなところにこう渡すっていうところもあるんですけど、うん、そこあんまり人気がないとか、うん、そういうのがちょっとなあということでしょうかね、うん、うん。で、明治大学院の青山康史特任教授、この方はですね、うん、本来住民税は住んでいる地域の自治体に納め、その地域のために使うのが基本、返礼品合戦が過熱し
他の地域への寄付が奨励されると本来の趣旨から逸脱する。都市部には財源が豊富だと思われがちだが、貧困も都市部に集中していると。だ都市だから儲かってて、ふるさとは儲かってないから流そうよって、短絡的にそういうことでもないので、都市だってお金はいるんだよっていうようなことをおっしゃってる方もいらっしゃるんですね。私もふるさと納税やってるって、どう考えるべきかなというのはね、やってる方はこうね、美味しいもの欲しいなと思うけど、はい、確かにそういう部分もあるかなと思うと、どうしたもんかなという、ちょっとこう、心知事に乱れる部分はありますけれども。まあ、さっきの港区なんかも意外やったですよね。はい、だからこれはおそらく過疎地と集中している都市部との税収の差みたいなのを、なんとかこう、是正していこうではないかという趣旨で始まったんで。だからまあ都市部の貧困とかそういうのもまあ確かにあるんで全く無視することはできないと思うんですが、そもそもの最初の目的にちゃんと見合った形で流れて、でまあまあみんなも喜べてっていう制度なので、確かに加熱しすぎるのは問題ですけど、今までのいろんなその偏り具合を考えたら、まあ押し戻しもあるし、まあしょうがないんじゃないのって思いたい気持ちもあるんだけど。こっち揺れて、今度はこっち揺れ戻しがあって、また行ったりしながら、適切なところには行くんでしょうけれども、まあ、加熱は煽るようなことを言いそうな感じで今躊躇しながら喋りますが、我々愛知県人としてはですね、さっきのトヨタもこういうの面白いかなと思いますけども、さっきの海産物とかなんか、三重県は確かにいいですけど、三河湾で取れるやつも美味しいよ。これをもっとアピールしたらですね、なんか、もっといい機会になるのかなという。食べ物だけじゃなくて、もっと、うちは、例えばこれでやるみたいな、すごいこう、一生懸命、他の地域がこうやって頑張っていろいろ出してる中で、ちょっとこう、バッてやって言ってるのか、なんか何もやらず、やっぱね、見てると、全然力入れてないなみたいな自治体もあるわけですよ。で、そうすると努力して言ってるのかなって思ったりとか、そういうこともちょっと考えたりはするんですけどね。まあ、とりあえず、みんなが欲しいなと思うものを羅列するのが、まあ、いいとするならば、愛知県ももっとね、美味しいもんいっぱいあるからな、と思いながら。食べ物だけじゃないんですけどね。というのは、まあ、いろいろ感じ方があって、どんな風に揺れ戻したり、またこっち行ったりしながらね、どこに収まっていくのかな、というふうに思います。最近何かと話題のふるさと納税。納税でございます。はい。